で、あとキャンディーちゃん。あ、変わってくれる？うん、よろしく、よろしく。キャンディーちゃん、どうも。お疲れ様です。ねえ、正月早々ね、自転車盗まれたり、ねえ、痴漢あったりさ、大変だったと思うけど。でね、まあその一審の徳島地方裁判所での判決が出てね、まあこっちはね、8800万でやってたんだけど、そう、金額が出まして、8800万訴訟で、いくらだったの？ 143 万円。8800万で143万円だから納得いかないからさ、控訴する。うん。高松高裁に。まあ有能な弁護士使うから大丈夫だよ。任して。有能な弁護士使って、200万くらいまで引き上げるから。うん、まあそんくらいだったらあれでしょ、うん、いいでしょ。ごめんね、結果出せなくて。ということで。はい。じゃ仕事頑張って。よろしく。はい、どうも。